こうなると、はい。このヘラルドを使ってのスノーボール、ボットレーンに対して、カシン選手カバー入るかなと思ったんですが、トップにそれでもカシン。さあゲージは半分、フラッシュイン、めった切り、ラチのスタン合わせての目から完璧ダイブか、キラツ、いや、残った、キラツ残った、さばいたー、エクセキューテッドではありますが、キラツまたしてもガンク回避成功。全く違う展開になっていたと思いますね。このウェーブのコントロール生かしてのトップダイブ、見事でしたね。いや、そうですね、ナプテン州としてはこれ以上多分受けきれないですし、ゴールドが少し足りない。さあもう一度キナツを狙いに行く、セベクの怒りを使ってのナップタワーダイブ、そこに死の車輪がただ飛んでくる、これはうまく避けましたが、メガナーで返して、なんと1キル、そしてダブルキル、まあ、ゲージの管理から何から完璧でしたね。通常であれば、はい。あの状況のミニなゲージ溜まってるところに対して、まあ、だいぶなかなかトライしないんですよね。プレッシャーかけるだけかけて、まあ、下がらせるのが普通ではあるんですけど、まあ、そんな悠長な選択取ってられないですよね、このゲーム展開。なので、行くしかないと。リスクをかけてでも仕掛けるしかないので、カシン選手の動きは妥当ではあるんですけど、リプレイです。いや、まあ、やっぱり通常は、このゲージのところに対してはやっぱり、仕掛けないですよね。でも行かないとどうしようもないと。ドラゴンのコン